ピアンジェリは、イタリアの女優。本名は、アナマリア・ピアンジェリ。二卵性ソーセージの妹のマリサ・サパバンも女優。1954年1954年11月、ビッグ・ダ・モーンと結婚。サルデーニャ等のカヤリ出身。16歳の時に、イタリア映画でデビュー。特に1950年の、明日では、遅すぎるでは、イタリア映画のネオレアリスモ運動の大きな、 原動力となったこの作品の評価と商業的成功に多大に貢献。これが1950年代の米国進出のきっかけとなる。MGM ではポール・ニューマンの傷だらけの栄光でヒロインを演じるなど青春派女優としてハリウッドで活躍した。それ以降はイタリアを中心にヨーロッパ映画に出演。カーク・ダグラスの自伝によると ダグラスとピアは1953年制作の映画三つの恋の物語で出会い、1950年代前半に婚約していたという。その後、エデンの東を撮影中だったディーンと恋に落ちるが、ピアの母親の反対などもあって短期間で別れたことは有名。ディーンと別れた翌年の1954年11月24日、ビッグ・ダモーンと結婚。 男児を設けたが離婚。作曲家アルマンド・トロバヨーリと結婚して男児を設けている。その後はアメリカ映画の作風の変化についていけなくなったことから歌手としてアルバムなど作品リリースを行うなどするも人気。仕事では低迷、不遇が続いていたと言われる。1971年、睡眠薬バルビツールの過剰服用により休止した。ありがとうございます。